ザラファイヤーです。はじめましての方、たくさんいらっしゃいます。チャビオさんと、サンギートさんと、サニアシンという名の、和尚の弟子の、先輩たちと一緒にやってます。それで、それ隠れてないけど、サニアシン。インド の、 思想家っていうか、瞑想とか、なんか指導者みたいな人で、皆さんね、このインドに行って演奏したりして、自分をちょっと追求するというか、なんかそういう方々で、私たちも俗っぽいですよ、なんか出会いがあって一緒にやってます。行きますか。はい。日は昇りまた雲は進むへよんぼい。日は昇りまた旅は続いてゆく。日は昇りまた朝日で咲く花よんぼい。日は昇りまた旅は続いてゆく。へへ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 。日は昇りまた旅は続いてゆく。日は昇りまた朝日で咲く花よ。日は昇りまた旅は続いてゆく。暴れてよと出す抱き合えよ。声を出せよ。生まれたままの本当の声をやばい。日をくべて囲め仲間が集まるよ。さあ踊れ踊れ、真実はどこにある。踊れ踊れよ、ここで感じろよ。へへ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 へ
さあもうどれをどれ、真実はどこにある、踊れ踊れよ、ドラマにて感じろよ、はい、
なんかパスクマとかいう車クラン人呼び込むのうまい。うまい呼び込まれるの上手ですよね。こうね、シュッとこう、なんていうのかな、ブロックがないね、ブロックが。ブロックがあったらもう、なんか変なとことか、変な人とかね、なると思うんですけど、まず、なんか変なやつやなと思う。首のとこやったら、寝たまに入りたい。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、面白い。はいはい、暑いですね、今日はね。今日なんとかの日やんよね。何て言うの、いいですか。どう、いや、なんか集まるがあったの。取れません。鳥人間。あ、それのこと。そう。ゲットブル。ゲットブル。でも鳥人間コンテストってなんか昔の時代だったら、もっとちゃんと。君の地元。違う。全然違うんです。違う。見た目誰が一番鳥に近いから、ね、いや、いけるんじゃない、鳥に近い。そのままプロペラじゃなくて見た目でですか。ずっと聞いてるし。鳥好きやけど、鳥が好きなの。大丈夫ですか。次、あのカバーです。あのジャマイカの、あ、じゃジャマイカちゃうわ、ハリーベラフォンテっていう、ジャマイカでしたっけ。そうじゃない、合ってた。あのちょっと前に亡くなったんですかね、何年か前に。どない外すのよ。ジャマイカちゃん、あの見ました、ボムの前のワンラブ。ワンラブ、僕もルーキーと共に行ってきました。すごいね。ここで、どこでもさっきなんか見た人何人かいましたね。あ、ここで見た人いるんですか。見た、なんかこのね、二人と。見た。あ、そうそうそう、なんか見に行こうと思って。やっぱり猿の。マヨって。マヨって。結構話題だよ。すごい、なんか何回も見せてる。すごい昔の風切りの昔の映画。どういう行き先のね、ボマーリとサルノマリ。Hey, yeah, hey, yeah, hey,
旅してまだあたり喧嘩したり訪れた村の子供たちの楽しい踊り僕たちの旅にはいつもレゲエミュージック口ずさむのはあのロックステディの歌さ Hey yeah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  愛しい君と出会えて僕のこの旅は虹色に色づく素晴らしい景色の連続今愛しい人よ隣に君はいない憧れの鳥になって自由に大空を飛ぶ Hey yeah Hey yeahねと言って僕に笑いかけるあの笑顔でも君に出会えて人生は変わった虹色に色づく素晴らしい景色の連続虹色に色づく素晴らしい景色の連続口ずさむのはあのロックステージの歌さ Hey yeah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 なんか今の生きていくのが大変な時代でみんなとこうつながっていくことでこう生きやすい生きにくい人が減っていったらいいなと思って作りました。バビロンシステムを超えていけ本当のザイオンにたどり着け奴らの手には乗らない。シスコバビロンシステムを壊せ
まで声を上げ続けていくんだ。愛する人を守るんだ。使い放題縛るシャッター自己責任と制作放棄の悪の政治。ヘイ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 奴らの手に惑わない。シスコパリのシスコテープを壊せ。バビロンシステムを越えていけ。罪悪にたどり着くまで声を上げ続けていくんだ。大切な君を守るんだ。僕らの罪開く格差に送る代わりに弱者を追い込むんだと戦争も
ご来場ありがとうございます。すごいソロソロする感じがカホさん、ギートさん、いつもはドラムですけど今日はカホンです。ギターはカズさんです。私はカオリです。私はカオリ香ってます。そういう、そういう店ないと思うけど、どういう店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 オーガニックのお店で、私もあのなんかこれ買ったわ。これあなんか電磁波をなんか電磁波を浅摘みで。彼らは浅摘みチームで今仕事終えて髪の浅摘みを。漆喰塗りみたいなやつで、漆喰をね、それであの電磁波を中に入れるから最近浅摘み塗ってから漆喰を。漆喰塗りの方が面白い。現場で、現場で寝室はそう。それをみんなで動きたいから早く切り上げたい。お疲れ様です。お疲れ様です。いいですね。なんかいっぱい面白いね、商品とかがあったり、なんかご飯も美味しい酵素玄米っていうすごいなんかあの酵素がこう何日も発酵してなんかすごく体にそれだけ食べてたらいいわっていうぐらいのやつもねやってるよね。そうね、こだわりがすごいわ。たちくわのろしちゃうね。あと2曲ですね。あとあの師匠に習ってあの、ね、でも今日はあれちゃんと持ってもらう形になって、あ、すごい、はい、これが近くに変わるんじゃないですか。はい、あれ行きますよ、沖縄っぽいやつ。ザ・メディテーション生姜で、はい、はい、ザ・バビロン行き先のどこにあるこの島の世界に虹をかけ、ザ・バビロンもう時間が迫ってる雲をかき分けて見つける光、ヘイヨーハリヨーポトポトンポトンした綺麗な鳥きっと咲くはない花の森、ヘイヨーハリヨーポトンポトンポトンした世界から抜け出す雲の糸を飛ぶ、ああ世界に
宿川の駅ですね。はい。はい、あと一曲になります。ちょっと水をもらってもいいですか。エアコンが来た。来た。じっとしたら分かる。このエアコンがあること。汗だくになってきた。扇風機は何回か確認して。あ、ついてるわ。エアコンもついてる。エアコンもついてる。はい。じゃあの最後の曲になって、あの後で修司さんと今日の企画してくれた修司さんとシャビドンさんとあとなんか。仲間たちでまだあのライブ続きますので、あの楽しんでください。ザハラはラストの曲です。はい、yeah.
しい。ありがとうございます。ありがとうございます。